着いたぞ。また同じような倉庫ね。これがここの特徴なのかもしれないな。そろそろ奴が現れる時間だ。セキュリティ機構も増えた気がするわ。おそらく他の倉庫の襲撃を聞いたからだろうな。それでもまだ目標はここに潜入すると思う。ああ、奴らの計画に影響はないだろう。支配の律者は目的を達成するために手段を選ばない。その私たちも行動を開始しよう。機構たちをなるべく避け、相手に悟られないように。人形はどうやって警備をかわしたの？私たちの知らない近道でもあるのかもしれないな。神の鍵の状態は？安心しろ、まさにご機嫌だ。箱から離れろ。誰？あんたたち妹に何する気だ？やめろ！妹に触れるな！俺はガーン！やっと静かになった。殺してないだろうな。気絶させただけよ。彼の精神状態だと何も聞き出せないと思う。ひとまず縛っておきましょう。同意だな。こいつ妹とか言ってたが、どういうことだ？これが前に言ってた箱よね。人形がこの中に。ああ、梱包も変わってない。開けてみるか。気をつけて。今までの情報では人形に接触すると支配劇場という異空間に転送される可能性があるわ。大丈夫だ、ちゃんと用意はしてある。簡易電磁シールドだ。パワーはお前のものと比べ物にならないが、エネルギーの侵食を防ぐには十分使える。中に入ったら離れ離れになる可能性がある。単独行動の準備をして、離れたら合流するよう動こう。開けるぞ。ここが支配劇場。渡りガラスはいない。他の場所に転送されたか、それともここに入ってきてないか。周りは怪物だらけね。まるで子供が適当に置いたおもちゃみたいだわ。
これは誰？予想外のお客さんだ。ようこそ支配劇場へ。